タイガース球団副会長当時のゲイリンジャー、チャールズ・レオナルド・ゲイリンジャーは1930年代のアメリカメジャーリーグで活躍した選手。ポジションは二類種。ミシガン州生まれ、右投げ左打ち。愛称はザ・メカニカルマン。これは彼が科目であったことと機械のように毎年コンスタントに成績を残したことに由来する。 ミシガン大学在学中だった1923年にゲイリンジャーの才能は当時のタイガースの強打者ボビー・ビーチによって見出された。ビーチはゲイリンジャーをネビン・フィールドに招きタイガースの練習に同行させる。当時選手兼任監督だったタイカップもゲイリンジャーに強い印象を受けタイガースのオーナーだったフランク・ネビンにゲイリンジャーとの契約を訴えた。大学を卒業後、 1924年にタイガースと契約する。シーズン当初はクラス B のミシガン・オンタリオリーグでプレーしていたが、シーズン終盤に一度タイガースに昇格した。1925年はインターナショナルリーグに戻り、1926年からタイガースのレギュラーに定着する。打撃の才能は、カップがタイガースを去った1927年に開花する。この年に打率。 317と110得点を記録すると、翌1928年には193安打、打率320とさらに成績を上げた。またこの年は守備でも二類種最多の507の補殺を記録した。1929年には打率を339まで上げ、安打数215、二類打数45、三類打数19はいずれもリーグ最多となった。 また、盗塁も27を記録し、この年のリーグ盗塁王のタイトルを手にする。以後、1932年の298を除いて、毎年打率3割以上を記録。1932年は、初めはよく打球が飛んだので大きいのを狙うようになったけど、あとはさっぱり。同時に、打率の方もまるっきり上がらなくなってしまったと、本人が述べている。 打率3割を超えたシーズンは実に13度に及んだ。守備でも安定した活躍を見せ、1929年から1941年の間で2類種の最高守備率を記録したことが実に7度にもなった。特に1933年からは5年続けて打率320以上、200安打、100得点という打撃成績を残し、 タイガースの1934年と1935年のリーグに連覇に貢献している。そして1937年に打率371で初の首位打者を獲得し、本塁打王の上位魔女を僅差で抑え、アメリカンリーグの MVP にも選ばれた。1934年に全米選抜チームの一員として、ベイブルース、ルー・ゲイリュック、 ジミー・ホックスらと共に日本を訪れて日米野球に出場した際に沢村栄治による全米軍のクリーンアップ4連続三振を喫した一人にもなっている。また、翌1935年に日本選抜チームがアメリカ合衆国に遠征した時にも選抜チームの一員として対戦している。最後のシーズンとなる1942年は選手権任コーチを務め、 また代打での出場を中心にしており、この年限りで現役を引退した。1949年に投票により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出。その後は1951年から1953年までの間は、フルスタイガースのゼネラルマネージャーを務めたが、本人には合わなかったらしく、いわく GM の仕事は悪夢だったという。GM 退任後は、 球団副会長を務めるほか、自動車販売などの仕事をしながら、1953年から1990年まで、野球伝道のベテランズ委員会の選考委員を務めた、ゲイリンジャーの背番号2、デトロイトタイガースの永久欠番に1983年指定。1983年、タイガースは、ゲイリンジャーの在籍時の背番号2を、ハンク・グリーンバーグの ことともに永久欠番に指定した。1993年、ミシガン州にて死去。89歳。オいにアトランタブレーブスなどで活躍し、通算3000奪三振を達成するなどで、殿堂入りを果たした名ジョ、名刀手ンスモルツがいる。打撃では、ウェードボックスのように器用に広角に打ち分けていた打者で、あり、通算打率。320を記録している。 その打撃以上に評価されていたのが守備だった。1934年の日米野球に出場した三原治はゲイリンジャーについて難しい頃がセンター前へ抜けようとする。ベースの後ろで追いつき軽く一塁へスナップスローすると日本の走者が楽々アウトになってしまう。 あれには驚いたと語り、以後あれほどの二塁手は日米通じて見たことがなかったと、非常に高く評価していた。ありがとうございます。